はい、どうも、こんばんは、ルッキーでございます。これやるとね、登録者下がるんだよいや、最近ね、ちゃんとね、ちゃんとって言うと言うんだけど、ガジェットをね、ガジェット系をやってるじゃないですか。キーボードやったり、iPad mini をね、やったりとかね、いろいろそういうのやってきたのに、またこれに戻ると。ガジェット目的で登録していただいた方が、ふるいにかけられるという動画でございます、ということで本日もやっていきましょう。散髪動画でございます。これがね、だいぶ伸びましたね。もう2ヶ月以上ってない、あ、そのことなら2ヶ月ぐらいになるかと思うので、今日も記者さんに切っていってもらいたいと思います。今ちょっと一瞬録画止めてたんだけど、しやこさんがもう準備の段階から面白いの話がねね、むしむし、ルッキーくんがさ、ああ、カメラ回すと面白くないじゃあここ濡れてるんだけど、やめろよ。漏らした？漏らしてるよ。漏らしたってことだもん。いや、しょうがないよ。だって椅子の上に乗っかってたやつベッてやったの。漏らしたんだ。漏らしてねっつってもう本当にね、いつもね、あの、面白すぎてね、切れないんだよ。切ってるけど、結構ざっくり言ってるけど、だって行かなかったら1時間半ぐらいの動画になってるから。やだ、そんな無駄な時間を切る。しかもお前ちょっと載せられないようなことばかり言ってくるな。すごいよね。一体何のチャンネルだっていう話ですよね。頭おかしいおじさん。今日どうやってそればいいの？あれっすよ。12月、ほら、24日公開じゃないですか。ずずつ回線が。それはまた今回も、並ぶんでしょう。またもう3回ぐらいやってるところね。あれにしよう。何？お兄ちゃんの弟にしよう。ハゲじゃねえか。あれちょっとモヒカンだったっけ？ちょっとだけモヒカンだったっけ？やってみればわかる。やべえよ。会社に行けませんよ。普通にナナミンでまたお願いします。あと猫マスクしないの？猫マスク。山田だけだった。なんで買ったんだやってみなきゃ分かる。やってみて、トライアンドエラーを繰り返さないといいものにはならないでしょ。それを最初から完成形を目指してダメになっていく、最初からヒカキンを目指してダメになっていく YouTuber みたいなこと言わない。こういうことだよ。これがダメだっつってんだよ。最初からヒカキンになれると思って入ってくる若者たちみたいなこと言わない。やめなさいっつうの。現実を叩きつけない。まあ、かくいう私も、もう8年 ?9 年 ?9 年だって。ほんと早い。全然ダメだよ。ダメじゃねえよ。だから今見ている視聴者さんに謝るんだよ。ごめん、じゃあ。最初の頃からいてる人もいるよね。ちょっと最初の頃から見直さないと、もうみんな仲良しすぎて。途中からみんな仲良しすぎて。いいですよ。もっと仲良くしてください。いつもありがとうございます。おじさん友達いないから。そう、本当に友達いないから。みんなが友達になってくれてありがとうございます。もうなんでこれ一つもちゃんと切れるの？じゃあ組み合ったじゃん。最近ほら一個ずつこうやってってるよ。トライアンドエラー。トライアンドエラーじゃねえよ。今日の流行語だ。今日の流行語。バリカン買ってくれない？あ、そうだ、バリカン買おうぜ。ハサミも買ってくれない？いや、どれが欲しいか言わねえからよ。なのに iPad は買うし。キーボードは買うし。キーボードは買うし。違うじゃん。自分のものばっかり。買いに行こうとか、これがいいとか言ってこいよ。はぁ。で、あれでしょ？勝手に買ってきたら怒るんでしょ？うん、これじゃないって言うでしょ？やめろよ。じゃあ、自分から言いなさいよ。
いつもそんな感じ。棚も自分の部屋の分しか買ってくれなくて、棚あるじゃんとか言うと、自分の部屋にあんなぎっしり詰め込んでるのさ、そんなことね、そこで俺の部屋以外片付かないとか、なんだいつもそうなの。それそうだよ、置く場所ないんだ。棚置く場所もねえじゃねえかよ。じゃあまずハサミとバリカン買いに行こうぜ。うん、ハサミとバリカンとパンのね。あ、棚も、うん、そんなに買えるかな。じゃあキーボードと iPad を売らねえ。こんなに買ったところもう、あ、だよ。何、私の iPad は返さない。じゃあ売らねえ。 iPad を裏です。今なら出る。今なら相当売れますね。え、バリカンは、バリカンはまたパナソニックがいいの。うん。これの後継機種がいいの。うん。なんだよ、やる気ねえ。誰のチャンネルだ。やってるぞ。やってんじゃん、ちゃんと。全然面白いこと言ってる。例えば、こんちゃんのバイオリンがね、行こうってことになりますね。なるね。バイオリンがね、今使ってるやつの、同じ型の移行機能っていうのをこんちゃんが選びました。うわ、びっくりした。飛んでった。割れた？飛んでった。かっこいいな。飛んでったやつほったらかして頭突っ込ませて。な、話の途中でこれ面白いことするでしょ。編集が難しくなるんだ。編集がよ。話のタイミングが悪かったんだ。ひどすぎる。そうそう、で、こじちゃんね。あ、もう、うるせえ。面白すぎるだろ。もう、やめてくれよ。こじちゃんの話に戻せないよ。しょうがないやん、飛ぶんだからさ。そうか、トライアンドエラーだもんね。もうそれいいよ。それの流行は終わった。終わってない。そういうね、流行を追いかけられないからダメなんだ。うるせえよ。だからダメだよ、このチャンネル。うるさいよ。やめなさい。もう終わったよ、それは。終わってないんだよ。他の人たちみんな終わったよっていう、いいんタイミングで。やるから再生されない。みんなことね、みんな言ってるだろ。やり続けることが大事なんだって。もうタイミング考えないんだよ。もっと早く出せばいいのにみたいな。しょうがないじゃん、面白いこと。俺の時間がないんだよ、仕事してるからって言ってるけどさ、仕事してない時もそうだ。仕事してない時も言うな。思い出させんじゃん。だから変わらないんだよ。そういう気分の時はできないの。結局気分の問題じゃん。そうだよ、そうだよ。だから今ちょこ上がってるよ。このタイミングも悪いんだって。もうちょっとさ、タイミングをさ考えてさ。だってディスられてるのに。やらないといけないの。うちはね、最初にも言いましたけど、今ね、このわけのわからない動画にもお付き合いいただける方のみ残っていただけるので十分だと思います。細々とやっていきたいと思います。この話めっちゃ炎上しないか。やめてやる。そのこと言う。でもな、そしたらな、こおりちゃんの写真が見れるとこもあるんだ。そうだ、しやこさんの顔もちょろちょろ編集ミスで出たりするから。今回もどっかにいるかもよ。こおりちゃんのバイオリンの話はどこ行ったの。知らないよ、自分のやつやめたい。ちげえ、お前がなんかピンク飛ばすから。ピンク飛ぶぐらいするよ、そりゃ人間なんだから。もう年なんだから握力だってなくなってんだよ。あ、前なんだこれ、やめろお前。